はいどうも、アルティメット工房のあさみです。今回はタイトルにもある通り、キング&プリンスの初冠番組、キング&プリンスル、略してキンプルが来年2022年レギュラー化ということで、前々から告知がありました通り、1月の1日にはスペシャルが放送されるわけなんですけれども、キング&プリンスのデビュー3周年を迎えた今年2021年の5月23日に日本テレビで単発の特番として放送された初の冠番組、キング&プリンスル、キンプルが来年の1月16日から日曜日午後2時15分枠でレギュラー番組としてスタートすることが決定しました。ちなみにこちらは関東ローカルになるので、地域によっては見れないところがあるんですけれども、5月の23日に放送されていたキンプルは Hulu にて配信されております。なので今後の1月1日のスペシャルも、そして1月16日から放送される番組分も Hulu にて配信されるのではないかと私は考えているんですけれど、東京中日スポーツさんの記事、番組から与えられた様々なお題について、芸能界の大先輩や人気お笑い芸人たちがベストなリアクションを大喜利で回答、そしてその内容通りにキンプリメンバーが実践するという無茶ぶり生検証番組となっている。1日に放送されるお題は、視聴者の記憶に残る斬新な登場方法とは。東京新宿アルタのビジョンでゲリラ番宣、 Twitter トレンド1位取れるかなど、同番組のレギュラー化について平野翔は驚きました。これまでキング&プリンスで活動してきましたが、バラエティのレギュラー番組はなかったので、メンバーみんなで仕事をしているところを見たいと言ってくださっているファンの方たちにお届けできる喜びと感謝の気持ちでいっぱいですと喜びを語った。リーダーの岸優太は、僕らは本当に台本なしでありのままやっているので、収録ではありますが生放送のような感覚でその場で生まれるテンションや無茶ぶりを楽しんでいただきたいですとアピールしている。もうすでに募集も収録も終わってしまった内容にはなるんですけれども、キング&プリンスが出演する特別番組の番組協力っていうものが行われておりまして、収録日は11月23日土曜日の祝日、午前から午後13時頃を予定しているっていう内容の募集があったわけなんですけれど、この番組協力参加した方いらっしゃいますかね。どの番組もそうなんですけれども、収録内容を先に公開してはいけませんよみたいな内容のものがほとんどだと思いますので、コメントなさらなくて大丈夫ですが、この日番組協力をしたものが放送されるのではないかと思います。ヤフーニュースさんからの引用ですが、初冠番組のレギュラー放送決定を聞いた時の気持ちは、先ほどは平野くんのご紹介をしましたが、永瀬くんは、僕自身もグループとしてバラエティに挑戦したい気持ちがあったのでとても光栄でした。今回無茶ぶり生検証番組ということで、いろんな表情のキング&プリンスが見られると思うので、今後も楽しみにしていただけたらなと思います。高橋海人くんは、バラエティ番組にメンバー同士で集まってお仕事できるのがとても嬉しいです。無茶ぶりもありますけど試練だと思って、一回一回を大事にし、いろんなことにみんなでチャレンジして頑張りたいなと思います。まあ、高橋くんはメンバーとお仕事するのすごく楽しい、楽しみみたいな話をね、何回もしてたと思うので、今回も同じようなコメントを寄せてくれていますね。無茶ぶりだったり挑戦だったり、弟子入りキング&プリンスから始まり、解決キング&プリンス、なんかキング&プリンスってずっと挑戦し続けてるグループだなと改めて思います。続いて岸優太くん、グループ初の冠番組をレギュラーで皆さんにお届けできるようになったのは、前回特番をやらせていただいた時にファンの皆さんが僕たちを応援してくれたからこそです。レギュラーをやらせていただくからには、メンバーそれぞれの良いところを知ってほしいですし、感謝の気持ちを持って精一杯頑張ります。最後は神宮寺ゆたくん、たくさんのファンの方々からキング&プリンスのみんながテレビに出ている姿を見たいという声をたくさんいただいて、そのおかげでレギュラー放送が実現できたんだなと改めて実感し感謝しています。無茶ぶりにも全力で立ち向かって、2021年一皮むけたキング&プリンスを皆さんに楽しんでいただけたらと思っています、というコメントでした。そして今後どんな番組にしていきたいですかという問いに対しては、平野くん、芸能界の先輩たちと僕たちキング&プリンスで一人でも多くの方を笑顔にできたらいいなと思いながら頑張っていきたいなと思います。永瀬くん、見てくださる方たちと自分たち、
そして芸能界の先輩たちと一緒に楽しみながら、そして初の冠番組のレギュラー放送となるので、自分たちの成長のきっかけになればいいなと思いました。高橋くん、音楽活動やお芝居のお仕事など、いろんなジャンルでお仕事をやらせていただいていますが、この番組を見たらキング&プリンス本来のわちゃわちゃした姿が見られるよねというホーム感のようなものを感じてもらえるような、そんな番組にしていきたいです。いや、そうなると思いますね。岸くん、こちらは一番最初に紹介しました。僕らは本当に台本なしでありのままやっているので、収録ではありますが生放送のような感覚で、その場で生まれるテンションや無茶ぶりを楽しんでいただきたいです。最後、神宮寺くん、僕たちキング&プリンスと言ったらこの番組だと、皆さんに愛していただけるような番組にしていけたらいいなと思います。デビュー当時に比べたらキング&プリンスにはまだ24時間テレビ早いよとか、結構いろんな声があったじゃないですか。でもセブンイレブンさんとのコラボも3年連続務めたりとか、プッチョの CM、 ヒルマイルド、マッチ、デュオ、アレグラ、本当にいろんな CM 企業さんにも関わってたくさんの経験をしてきたからこそ、ここで冠番組を持つのは間違いではないんじゃないかなと思っています。それではキング&プリンスルキンプルをリアルタイムで視聴できないという方のために、 Hulu の価格をご紹介いたします。月額1026円税込みで全ての作品が見放題となっています。まあ、全てといっても配信されていないドラマやバラエティの番組等々あったりするんですけれども、邦画、洋画、アニメ、あとは韓国のドラマ、映画なんかも配信されていたりします。その中に5月の23日に放送された初回分のキング&プリンスルキンプルも配信されておりましたので、今後放送回を重ねていくにあたって、何月分、何月何日分っていうような形で配信されるのではないかという私の予想をお話しした上で、 Hulu ご検討いただきたいんですけれど、 Hulu は2週間無料のトライアルがあります。2週間は無料で使えるんですけれども、2週間を過ぎてしまうと月額1026円税込み、そのまま継続して利用することができます。ただし iTunes ストア決済の場合には1050円税込みとなりますという記載がありますので、ご注意ください。1月1日分の放送もHuluで配信されているのかっていうようなこともね、今後動画でお話ししていきますので、チャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。続いて12月30日の18時30分から行われるジャニーズフェスティバルのお話をしようと思います。出演者はキンキキッズ、ニュース、関ジャニエイト、カトゥーン、平成ジャンプ、キスマイフット2、セクシーゾーン、 ABCG、 ジャニーズウエスト、キング&プリンス、ストーンズ、スノーマン、そしてなにわ男子の皆さんが出演なされるということで、総合演出は嵐の松本潤くんです。こちら参加できないという方のために、配信でも楽しむことができるようになりました。2022年1月2日日曜日の18時から2022年1月4日火曜日の17時59分まで、この間ジャニーズフェスティバルを見ることができます。ちなみにこちら生配信ではありませんが、配信期間中お好きな時間に何度でもご視聴いただけます。日本語字幕がご利用いただけますということで、海外の方にも優しい仕様となっておりますね。視聴のチケット販売期間は2022年1月4日火曜日の15時までであれば購入が可能です。視聴のチケット価格はジャニーズファミリークラブの会員様は4800円税込み、ファンクラブに入っていない一般の方は5800円税込み、こちらの価格で見ることができます。ちなみにジャニーズファミリークラブ会員限定視聴チケットは全ファンクラブ、ジャニーズジュニア情報局の会員様がご購入いただけますということです。まあ、いつも通りですね。ということで、私も早速今購入をしました。実際に会場に行かれる方のチケットの料金は1万2000円となっておりますので、配信はおおよそ半分もしくは半分以下の値段で楽しめるということになります。グッズも T シャツ、ジップアップパーカー、缶バッジセット、ライブパス風シール、スマホショルダー、マフラータオル、こちらが販売されておりますので、この動画の説明欄のところにリンクを貼っておきます。
よろしければご利用ください。ということで今回の動画はキング&プリンス初の冠番組がレギュラー化するというお話、そしてジャニーズフェスティバルの配信が決定したというお話をさせていただきました。いつもアップしている雑誌のご紹介動画なんですけれども、ポポロ明星もう少々お待ちください。必ずあげますのでぜひ私と一緒に読んでいただけたら嬉しいです。ということで今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。以上アルティメット工房のサミでした。